皆さんこんにちは、ティンではのミラクルボーイキングタクです。不安症は初めて聞きましたね。はい、確かに不安症は、辛さがいろいろあるからね。はい、どんな時に不安症があるかちょっとお話しします。確かに生活に支障があって生活を多くの人が理解できないし、長期的に続く影響が大体い、これね、支障はありますね。周囲の支障、確かにパニック障害よくありますね。不安症、確かに書くが大変、体験が確かに不安症になりやすい。人前では恥ずかしい、ミスったらどうしよう、ちゃんとしなくちゃ。完璧主義ですね、真面目で。はい、確かに潜在的能力あって、よくあるのはね、限局性恐怖症や社交不安症、パニック症、広場恐怖症、全般不安症などいろいろありますね。はい、確かに扁桃腺働きやすくて、これ働きすぎてこれ怖いですね。不安が暴走、気配、血を言っては減少できますね。はい、まあいろいろあるけど、動悸とかの身体の症状もこれよくあります。これね、比較的汗とかも出ますし、逃げられない、助けられないという恐怖、パニック障害と併設。今後の生活障害は少ないし、恐怖、大変が怖い、閉じ込められたとか、一般全般の不安症、大きな地震来るかも、ミスするかも、うまくいかないかも、これね、成長によって全然違いますね。いろんなところで、まあこういう時は相談すること。というわけで不安症の話でした。バイバイ。